月が変わる時には壁面の飾りも季節に合わせて一気に張り替えましょう。まず桜の花を外します。タンポポやデイジーの花、緑の草むらも外して、来年も使えそうなものは箱などに写真と一緒にしまっておきましょう。桜の幹や枝はそのまま使います。下の方に菖蒲の花を貼って、その上から花が見えるように葉を重ねて貼ります。高低差をつけて2段に分けて貼ると奥行きが出ます。桜の枝を隠すように藤の花を貼り、藤の木に見えるようにしました。藤の花は昨年までに作ったものを利用しました。お花紙をセロテープに貼り付けたものと、ちりめん細工風に作ったものの2種類があったので混ぜて使っています。木の上の方にはお花紙で作った葉っぱを貼り、こんもりとした感じに仕上げました。この葉っぱは6月には桜の青葉として使う予定です。空にコピー用紙を切って作った鯉のぼり型の雲を貼って完成です。それぞれの飾りの作り方は終了画面の再生リストか概要欄のリンクからご覧ください。